スカットライン。俺の名前はヒロシ。生まれも育ちもこの町で小さな居酒屋を営んでいます。夜になると毎晩のように地元の連中が来てくれます。あれカズ、久しぶりじゃねえかよ。久しぶりって言ったって2日ですよ。2日もどこ行ってたんだよ。違う居酒屋だろ。お前浮気してるんじゃないの。仕事に決まってんじゃないですか。俺こう見えても一途っす。気持ち悪いんだよこの野郎。嬉しそう。このイケメンのカズは俺が居酒屋を始める前の職業救急隊員だった時の後輩です。今でも俺のこと慕ってくれてます。そしてさっきの美人見ましたか。俺の嫁のサナエです。幼稚園から一緒の幼なじみで今でも大好きです。あー、こういう感じの嫁は大体不倫すると思ってるでしょ。ヒロさん、ヒロさん、おお、聞いてなかったですか。ネギマください。こいつらの分も。はいよ、ネギマ3つね。サナエさんに見とれてんじゃないっすよ。まったくだよ。救急車今すごい不足してるんでしょ。今このご時世ですからね。お年寄りも多いですしね。もう救急車走りっぱなしっすよ。大変ね。これがお店の日常です。楽しくやってます。そして我が家には愛する息子が一人、小太郎10歳、サッカー好きな小学5年生。夫婦で店に出てるから全く相手にしないでごめんよ。全然いい、いつもゲームしてるから。こうして我が家はこの町で幸せに暮らしてました。そう、彼が引っ越してくるまでは。その段ボールは奥の部屋だな。おい、あんちゃん、傷つけるなよな。彼はこの町の中心にある病院、北野原総合病院の元病院長、北野原武二。なんでも奥さんを亡くし、一人余生を過ごそうとこの辺りに越してきたそう。そんな彼が事件を起こしたのは、引っ越してから1ヶ月も経たない頃。ここだな、北野原さんの家。中の様子を見てくる。二人はストレッチャーそこに出しておいて。了解。すいません。あれ、ご苦労だな、あんちゃん。北野原さんですよね。ご気分は。もう大丈夫になった。悪いんだけどさ、今から秘書に戻るだろう。ついでに乗せてってほしいんだ。いや、規則でそれはできないんです。でも本当にご気分大丈夫なんですか。ああ、まだちょっと気分悪いかな。ありがとな、あんちゃん。この時は隊員たちも半信半疑で応じていたんですが、数日後また119番通報があって。悪い、来てもらって悪いんだけどさ、もう辛いの治ったから。え、まあそうですか。でさ、ついでに送っててくんねえか。あ、はあ。北野原さん大丈夫ですか。悪い、タクシーそこ止めてやんだろ。駅前まで行ってくれや。それはできませんよ。何、俺は北野原の元病院長だぞ。分かってんのかバカ野郎。黙って乗せればいいんだよこの野郎。完全に救急車のことタクシーって呼んじゃってますね。さすがに今回はきっちり断ったのですが、態度が急変。元病院長という名を聞いた隊員は黙って乗せていくしかなかったようです。マジで、あのジジイ舐めてますよ。俺たちを完全にタクシーだと思ってます。すごいやつがいたもんだな。でも元病院長だぞってヤクザみたいな顔で言われるとビビっちゃうんだよな。わかる。情けないね、お前らは。ビシッと断れ、ビシッと。無理ですって。だからもう行かないことにしました。あの家から通報があっても。本当にそれで解決したことになるのかい。違うだろ。じゃああのおっさんが本当に体調悪かったらどうなるんだよ。冗談ですよ。言ってビシッと断るしかないんだよ。そうそう、サナエさんまで。数日後、とうとう自分たちの身に降りかかってしまうことに。お店の仕込みで忙しい夕方頃、小太郎が庭でサッカーをやっていたのですが、誤って転倒し、花壇の角に頭を思い切り強打したのです。頭から見たことのないほどの血が流れていました。そしてすぐに救急車が到着。顔見知りのメンバーに涙が出そうになりかけたその時、まさかの事件が起きたのです。みんな頼む。おい、俺が先に乗るから。なんだ、子供はまた産めばいい。そうだろ、俺は今ものすごく体調が悪い。だから俺を運べ、年寄り優先だな。おい、何やってんだ。おい、この子の血見ただろ。おい、なあ。いいから早く車出せよこの野郎。若いんだからスマホでウーバーでも呼べってんだ。ちょっと何言ってるかわからない。気を取り直して俺はすぐに別の救急車を呼び、小太郎は無事病院に向かいました。救急車にはサナエが同乗してくれて。そうか、無事か、ありがとう。サナエも無理すんなよ。幸い命に別状はなく、ひとまずほっとしましたが、やはり昼間の出来事が尾を引いてしまいます。あれはあってはならない出来事。もしも小太郎の命がついえたら。あの時北野原は病院に着く寸前体調を戻し、そのまま町に消えていったそうです。
怪我人を突き飛ばしてまでなぜ彼は救急車にこだわるのか。そんなことを考えていたらその夜一睡もできなかった。それから数日後、無事小太郎は退院。本当に良かったな。うん、無茶なことしてごめん。いいんだ、あれは事故だから。でも今度からは気をつけろよ。うん。どうした早苗。ちょっと疲れちゃって。ずっと看病してくれてたから安心して疲れが出たんだろう。しばらくゆっくり休んでな。お店は俺一人で大丈夫だから。ごめん、そうさせてもらう。早苗が倒れるなんて初めてで、パニックになった俺は気がつけば救急車を呼んでいました。今度はカズが機転を利かせてサイレンを鳴らさずに。それなら北野原も気づくはずがない。ヒロさん、びっくりしましたよ。あ、すまねえな、迷惑かけて。こちらこそこの前はすみませんでした。サダイさんを迎えに参りました。ちょっと待っててくれ。サイレン鳴らさなくてもわかるっつーの、ちょうどよかった。ちょっと、なぜあなたが。で、医者の患者な、わかってるな。乗せろ、俺は体調が悪い。乗せるわけないじゃないですか。いいから乗せろ、俺はお前なんざ簡単に首にできるんだぞ。どうした、あんた、ふざけやがって。うるせえ、てめえは引っ込んでろ。ガーン、お前はそこでおとなしくしてろ。ガーン、ヒロさん。さあ、車を出せ。俺は蹴られた衝撃と精神的なショックで倒れ込んでしまいました。うっすらと見える北野原の背中をぼーっと見てるしかなかった。阻止できなかった。ごめん、サナエ、小太郎。諦めかけたその時、運転席に座るカズと目があったのです。すると別の救急車のサイレンがすぐに聞こえたのです。そう、カズが機転を利かせて手配していたのです。おい、そこの運転手、駅前のパチンコ屋につけてくれ。わかったな、あんちゃん。返事は。ああ、着いたよ。あんちゃん、ここ警察署じゃねえか。そうだよ、あんたここに行きたがってたろ。全然違うよ、パチンコ屋って言ったのこの野郎。そうだっけ。なんだお前、ふざけてんのか。ふざけてなんかねえよクソが。え、救急車でパチンコ屋行くバカどこにいんだよこの野郎。急に怖。おいジジイ、大きな声出せば誰でもひるむと思うなよ。はい、あれ、ごめんなさい。お前ら警官呼んでこい。わかりました。おっさん覚悟しとけよ。あんたの悪行のツケはここで払ってもらうからな。もうしないから、警察は勘弁して。おっさんの人生これからどうなってしまうのか楽しみだ。連れてきました。事前に警察にもカズが報告していたので、北野原は問答無用で警察に連行されました。彼がしたことは許されることではありませんが、今回は被害届を出さなかったので刑事事件にはならず、厳重注意にとどまりました。本人は十分に反省してくれているみたいです。改心して家にも謝罪に来ました。どうして救急車を奪うようなことをしたの。病院を引退してこれから夫婦水入らずで過ごすって時に、奥さん救急車で病院をたらい回しにされたみたい。それが原因で亡くなったって。激しい喪失感に襲われたんでしょうね。ああ、彼にも悲しい過去があったんだね。そうそう、どうしていつも救急車の着くタイミングにいたのかな。救急センターに病院長時代の知り合いがいて、脅して無理やり聞いていたみたい。我が家だけを狙って。そら偶然みたい、家が近いってだけ。近場で済ませたのね。数日後、我が家に平和な日常が戻ってきました。キロさん、今日はみんながやっと揃っためでたい日じゃないですか。お酒くらいおごってくださいよ。バカかお前さんは。いいか、それじゃなくてもここのところずっと赤字続きなんだぞ。お前らにおごったらこの店潰れちゃうよ。それな、救急さん。救急さん、あんたらうちと違って高級取りだろ。おごられることはあってもおごることはねえよなあ、サナエ。そうね。ヒロさん、俺らの給料知ってるでしょ。高級じゃないっすよ。ってまた見とれてやがる。バカ野郎。へい、いらっしゃ。あ、北野原さん。すみません、席は空いてますか。わあ、もちろんもちろん。おい救急さんたち、端に寄れ端に。こうして北野原さんはちょくちょく店に来てくれるようになり、今では後輩たちとすっかり飲み仲間です。亡くなった奥さんの話をしてくれたり、救急隊員と医者ならではの職業トークで盛り上がる日々です。きっと寂しさのあまり我を見失っていたのでしょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。